コセマリア・バサンタは、アルゼンチンブエノスアイレス州、トレス・サルヘントス出身の元サッカー選手。元アルゼンチン代表。現役時代のポジションはディフェンダー。2003年にプリメイラ・ディビシオンのエストリディアンテスで、ラプラタからデビューした。2006年には、プリメイラ・ビーナシオナルのオリンポで、バイアブランカに移籍し、2006から07シーズンには、 アペルトゥーラ2006とクラウスーラ2007の両方で優勝してプリメーラディビシオンに自動昇格した。2007年にはフルス・エストディアンテスに移籍したが、これといった活躍はしていない。2008年、アルゼンチン人のリカルドラボルペ監督の求めに応じてリーガ MX の CF モンテレーに移籍した。モンテレーではレギュラーに定着し、リーガ MX では アペルトゥーラ2009とアペルトゥーラ2010で優勝。自身は、アペルトゥーラ2010とクラウスーラ2012でリーグ、最優秀、センターバックに選出された。コンカーフチャンピオンズリーグでは2010から11、シーズンから3連覇を達成。2013年の FIFA クラブワールドカップでは、準々決勝のラジャカサブランカ戦で、チーム唯一となる得点を決めた。 2014年7月25日、イタリアセリエ A のアッコフ・フィオレンティーナへ完全一席。10月29日のウディネーゼ戦で、セリエ A デビューを果たし、公式戦34試合に出場した。しかし、翌2015から16シーズンには、ゴンサロ・ロドリゲスの存在やダビデ・アストーリの加入も、あって序列が下った。2015年8月31日、フルス、 CF モンテレー1年間のレンタルで復帰し、2016年6月29日に完全移籍した。2020年9月5日、現役引退を発表した。2012年3月26日、ボリビア戦でアルゼンチン代表デビューした。2014はハ杯、南米予選では終盤の4試合に出場し、エセキエル・ガライア・フェデリコ・フェルナンデスなどとセンターバックの コンビを組んだ。2014FIFA ワールドカップのメンバーにも選出され、ラウンド16のスイス戦と準々決勝のベルギー戦に左サイドバックとして出場した。ありがとうございます。